三菱 UFJ フィナンシャルグループ三菱 UFJ 銀行旧東京営業部新丸の内支店を呼び事務拠点が入居していた大手町ビル多摩ビジネスセンター株式会社三菱 UFJ 銀行は東京都千代田区に本店を置く三菱グループの三菱 UFJ フィナンシャルグループ参加の都市銀行三大メガバンクの一角を占める二千六年一月一日 東京三菱銀行と UFJ 銀行が合併して三菱東京 UFJ 銀行として誕生。当初は2005年10月1日を合併日と発表していたが、水穂銀行における環状系システムの失敗事例を教訓に合併時のコンピューターシステムの接続作業に万全を期するため合併が3ヶ月延期されている。存続会社は 東京三菱銀行であり、金融機関番号や、本店所在地も東京三菱と同じである。なお、スウィフトコードについては、東京銀行をそのまま引き継いでいる。登記上は1月1日に、称号変更、1月4日に合併となっている。旧 UFJ 銀行の前身である、三和銀行の流れを引き継ぎ、大阪市、京都市、 堺市の指定金融機関を受託している。また、同じく旧 UFJ 銀行の前身である、東海銀行の流れを引き継ぎ、愛知県を呼び、名古屋市の指定金融機関も受託している。一方、旧 BTM は、いずれの都道府県、政令指定都市の指定金融機関にもされていなかったが、東京都の公営企業水道取扱金融機関を、旧 第一環業銀行、旧富士銀行と共に引き受けていたことから、現在は水保銀行と共に受託している。外国為替専門銀行であった東京銀行時代の流れで、東京、大阪の各国際選手体の空港ターミナルビル内には、成田空港支店、成田空港支店成田空港、第二ビル出張所、大阪中央支店関西空港出張所がそれぞれ、 設置されている。また名古屋営業部中部国際空港出張所は、地元愛知県でも店舗網が強かった、旧 UFJ の流れで設置された出張所である。また、東京銀行時代より発行されてきた割引金融債については、1996年の東京三菱銀行発足以降も6年間は、特例として発行を認められたため、 投稿発足後も、旧東京銀行店舗及びその承継店舗で、債券召喚の取り扱いを継続している。なお、前身の一つである、東京三菱銀行は、公的資金の返還を早期に完了させるなど、旧四大メガバンクの中では、財務の健全性が強い銀行であった。不良債権処理の遅れた UFJ 銀行を統合したことにより、 公的資金注入業に再転落したが、2006年6月9日には、その返済も完了させている。これを受け、1998年から自粛していた政治献金も、銀行業界の先陣を切って再開する方向で調整に入っていたが、不良再建処理を完了させて、その間法人税を免除されたのに、政治献金の再開は、 国民感情を逆なでするという批判を受けて、見送りとなる。2007年1月、株 .com 証券が同行を所属業者とする銀行代理店業務を行うこととなり、三菱東京 UFJ 銀行株 .com 支店が開設された。2008年には、同行が設立関与したインターネット専業銀行である自分銀行を、 所属業者とする銀行代理店業務を締結し、投稿窓口や店舗設置のメールオーダーで、同行の普通預金新規口座開設の媒介を行っている。2009年1月をもって、新システム移行が完了して、旧東京三菱店と旧 UFJ 店の共同店舗化も活発に行われているが、2013年6月、現在も旧東京三菱店と、 旧 u f j 店の間の店舗統合は一切行われておらず発表もされていない。ただし各種振込手数料について共同店舗間の振込は同一店あての手数料が適用される。2005年12月31日までの三菱東京は三菱東京フィナンシャルグループを指し2006年1月1日以降の三菱東京は 三菱 UFJ フィナンシャルグループ参加の三菱、東京 UFJ 銀行を指すため、ご表記を招く要因となっている。合併後の金融機関名称が長く、愛称で呼ばれることも多くなっている。合併前の地盤を引き継ぎ、関東周辺や銀行業界では、東京三菱ないし、三菱と呼ばれることが多いが、もともと UFJ 銀行の前身である、三和銀行。 東海銀行の地盤だった近畿地方や東海地方では UFJ と呼ばれることが多い。東港の前身にあたる三菱銀行の流れから三菱グループの企業で構成される三菱金融会や三菱広報委員会に加盟する。一方、UFJ 銀行の前身にあたる三和銀行の流れから三和グループの企業で構成されるサミズ会や緑会にも加盟している。 2017年5月、2018年4月1日を、目途に、法人貸し出し等業務を、三菱 UFJ 信託銀行から、会社分割方式によって移管すると発表した。またこれに合わせ、称号を、三菱東京 UFJ 銀行から、三菱 UFJ 銀行に変更することも発表を。2018年4月1日。 称号を三菱東京 UFJ 銀行から三菱 UFJ 銀行に称号変更した。持ち株会社は2005年秋の再編時点で、すでに三菱 UFJ フィナンシャルグループになっており、これに揃えた形となる。三菱 UFJ 銀行の遠隔三菱東京 UFJ 銀行赤市支店に設置されている看板業名変更直後のサイン支店。 三菱東京 UFJ 銀行末期のデザインを踏襲している。グループ本支店への振込み手数料、三菱 UFJ フィナンシャルグループは2006年5月22日から、同行及び同グループの三菱 UFJ、新宅銀行両社の個人預金者を対象に、自動化手段を利用して行う両社及び、自分銀行の本支店宛て振込みの手数料を一律、無料化した。 しかし、2013年12月20日から実施された ATM サービス内容の改定に伴い ATM 利用時の振込手数料の無料化は廃止となった ATM 本支店振込の当日付取り扱い時間帯拡大2008年5月12日の新システム稼働開始から同行 ATM による本支店の普通預金 貯蓄預金宛振込の当日不扱い次元を従来の15時から18時に繰り下げた。なお、同行の当座預金、一部の振込専用支店宛は15時までで変わらない。2017年2月12日からは、時効 ATM、または事前の設定を実施済みの三菱 UFJ ダイレクトから、時効本支店宛の振込については24時間365日。 普通預金、貯蓄預金、当座預金のいずれの預金化も当てであっても、即時入金となる。府中支店米油では、自公 ATM のみならずコンビニ ATM や、全国の JA バンク、及び一部の提携業との間での、多行 ATM 手数料の条件付きでの時間内、無料化を行うなどの利便性向上策を、行っている。その一方で、東京スター銀行との間では、 同行の一方的な手数料無料化施策に反発し2008年11月4日をもって米油のキャッシュカード東京スターの ATM で利用不可とするなどの圧力を生んでいるコンビニ ATM の利用手数料はセブン銀行 ATME n ネット ATM 及びファミリーマート店内設置のゆうちょ銀行 ATM について2020年5月1日に 手数料の改定が行われた。自故 ATM の利用が高くなる毎月25日と、末日は日中時間帯の無料化及び早朝、夜間時間帯の値下げが行われた一方で、それ以外の時間帯は値上げが行われた。ローソン銀行 ATM では2021年4月を、めどに利用手数料の改定を予定している。 採用30周年を記念した色鉛筆、三菱 UFJ 銀行は、日本の銀行で、唯一、ディズニーキャラクターを、イメージキャラクターとして採用している。これは、前身の一つである、三菱銀行が、同じ三菱財閥系の三菱辞書が投影と、協力していっていた、日本へのディズニーランド誘致運動に交往し、1962年12月1日に、 ディズニープロダクションズと半権契約を結び、ディズニーキャラクターを使用した、営利通帳の取り扱いを開始して以来続いている、ものである。日本へのディズニーランド誘致は、三菱地所と競合していた、三井不動産、京成電鉄企業連合の子会社である、オリエンタルランドが権益を獲得したが、以後現在に至るまで、ディズニーキャラクターが採用され、通帳やカード類、 キャンペーンの景品などに使用されている。ちなみに、富士銀行も同時期に採用を図ろうとしたが、ディズニー社側の承諾を得られず断念している。なお、営利通帳の取り扱い開始当初は、普通預金と積立預金の2種類の通帳が用意され、普通預金には、ディズニー預金という名前が付けられた。また、キャラクターは、ドナルド・ダック・バンビ・シンデレラ・ピノキオなどが採用された。 さらに、1963年1月からは、ディズニー貯金箱シリーズが始まり、第1号である、ドナルド・ダックの貯金箱が配布された。2006年4月、同行と KDDI の共同で、au をはじめとする携帯電話の利用者向けに、預金口座、決済、消費者金融等の取引を提供するための、専業銀行を合弁会社として設立することに、 合意し、当初2007年度上半期までの開業を目指していたが、この度、準備会社として2006年5月25日に設立されたモバイルネットバンク設立調査株式会社が2008年6月17日に銀行業免許を取得し、株式会社自分銀行に社名を変更した。出資比率は KDDI と 三菱東京 UFJ の接班出資となり、同年7月17日に営業開始した。2019年4月1日に、KDDI 側の持ち株会社が、au フィナンシャルホールディングス株式会社に変更となり、2020年2月9日に社名を、au 自分銀行株式会社と変更した。三菱財閥系列、始末財閥系列、森村財閥系列その他。 親密先関連会社主要親密仙会社その他、親密先関連会社主要親密仙会社以下に、三菱 UFJ 銀行が絡んだ、不祥事を紹介する。金融庁は、2007年6月11日の同行への処分に際し、他のメガバンクに比べ、問題が突出して多いと指摘している。 サービスなど銀行前進となった銀行の関係図、その他 CM 出演イタレント番組スポンサー。ありがとうございます。